ライノは、スパイダーマンシリーズに登場する代表的なヴィランの一人。サイのようなアーマードスーツに身を包んだ巨漢。突進や、鋭い角、怪力を活かして戦う。本名は、アレクセイ・シチェビッチ。ロシアの貧民で知性のないアレクセイは、ギャングに雇われて、パートタイムの用心棒として務めていたが、自らの欲望は満たされていなかった。しかしある日、外国人スパイのグループに、 新しいアーマードスーツの実験の被検体となることを決める。契約として1万ドルを受け取った。彼は体を巨大化するための科学的処置と放射線照射に耐え、極薄の人工皮膚を移植する痛みを伴う手術も承諾する。この処置により、ほとんど何からもダメージを受けないライノの外角が永久的に彼の体に癒着されることになった。飛躍的に、 体力、スタミナ、耐久力を増強し、知能も少し強化することに成功。その後、力を得たライノはスパイたちに従う必要はないと判断し、施設から脱走したのだった。スパイダーマンとは宇宙飛行士のジョン・ジェームソン誘拐の際に初めて対決し、スピードや戦略に優れた彼に敗れることになった。二度目の対決の際には、カート・コナーズ博士の協力を得た。 スパイダーマンにスーツを溶かされ逮捕されている。この件以降も心からスパイダーマンを憎んでいるライノは何度も彼の前に立ちはだかることになる。ありがとうございます。